旧有壁宿本陣は、宮城県栗原市官なり有壁にある建築物。江戸時代には、欧州街道の有壁宿本陣として使用され、1971年5月に、国の史跡に指定された。旧有壁宿本陣は、元那5年に、欧州街道の官なり塾と一関塾の間に、位置する有壁塾の宿駅として創設され、代々町の県団を務めていた佐藤家により、 運営され、参勤交代制度の確立後は、まさき、八戸、森岡、一関の各藩主や藩重心が通行の際に、宿泊所として使用した。現存する建造物は、延響元年の宿場町全省の火災のため、場所を移して改築されたもので、2階、県庁屋と、おなり門が目立つ。おなり門は、近世には、 藩主や幕府及び各藩重要役人が利用したが、1876年及び1881年に、明治天皇が東北地方巡行の際に使用して、以来、利用が禁じられて閉鎖されている。藩主たちが利用した上段の間は床が、他の部屋よりも一段高く、天井が高い竿縁天井で、円に面した書院窓がつくという典型的な書院作りである。 また、延響元年の火災より現在まで200年以上の間災害などを免れてきたことから、宿液見断文書、本人宿泊文書、佐藤家内文書など、本人の経営や江戸時代当時の様子に関する資料が残されている。ありがとうございます。